大学院小学研究科修了生の皆さん、本日は修了おめでとうございます。ご家族並びにご関係の皆さんも、さぞお喜びのことと思います。今日までの修了生の皆さんの努力に改めて敬意を表し、お祝いを申し述べたいと思います。本来ですと皆さん一人一人にここで修了証をお渡しし、また皆さんも共に学んだ友人やご指導に当たった先生方、さらに ご家族やご関係の方々と喜びを分かち合うところですが残念ながら今年はそれが叶わなくなりました本日は皆さんを代表する院生の方に修了証を渡し皆さん一人一人もこの場で修了証を受け取るという気持ちになっていただければと思いますさて皆さんはこれからはそれぞれの進路に従って社会に出ていくことになりますそこで皆さんの旅立ちにあたり2つのことをお話ししようと思います まず一つ目は考えることの重要性です。これから社会に出ていくと、色々な難しい問題に直面することと思います。問題の中には調べればわかることもありますが、一方で考えなければならないこともあります。世の中にはいろいな考え方があり、自分の頭で考えることが必要になりますが、そこで重要なことは、論理的に考えるということです。皆さんが大学院で積み重ねてきた研鑽は、まさにこの 論理的に考えるということですこのポイントさえ押さえておけばどんな難しい問題にも対応できると思います大学院での研究は終わりましたが論理的に考えることは一生の課題でありそのための勉強も一生続きます二番目は時間についてです社会に出てことに企業などに入るとこれまで以上に忙しくなりすぐに取り組むべき問題に直面しますが一方で 時代はどんどん変化していきますからこれにもついていかなければなりませんまた皆さんにはそれぞれ人生の目標があると思いますすなわち目の前の問題から長期的な目標まで様々な時間の長さに応じた課題があり私たちはそれらに対応していかなければなりませんしかし忙しいからといって目の前の問題ばかりに専念しますと目標を見失って時間の海に飲み込まれてしまいます 忙しい人生の中で希少なそして貴重な時間をどう過ごすかよく考えていただきたいと思います皆さんの将来には大きな可能性が広がっており専門的な知識や知,知的な技法はすでに身につけていますこれからはこの上に実践的な知識や知恵を加えてそれぞれが選んだ道を歩んでいくことになります。どうかか健康に留意しし実り豊かな人生を送っててくださいそしていそずれは 皆さんが身につけた知識や知恵を、今度は次の世代に伝えていっていただければと思います。皆さんの今後のご健康とご活躍をお祈りして、旅立ちへの花向けの言葉といたします。本日はおめでとうございます。